白いな。チャンピオン。バリどうだったんですか。バリ良かったよ。バリいいに決まってんじゃないかよ。バリは良かったよ。ついてどうですか。とにかく満月の日に行った方がいいなと思った。女買いました。女ね、いや、ロケに行ったけど、いや、とかは絶対にやらねえと思った。それは俺の心が許さないと思ったから、なんぼ男やってもそれは許さねえと思った。絶対に断定はできないけど、うん、それは許しちゃいけねえなと思ったから、別にそんなことはしなかった。ちなみにどこのカラオケ行ったんですか。カラオケ、カラオケね、なんかね、裏道走って、裏道走って大通りに出たところのカラオケに行ったのよ。全然わかんねえ、覚えてねえ。サヌールでしょ。サヌールの街中で、そしたら多分下がったと思うよ。隣で一緒に飲んでたんだけど、超もうピーなんだけど、超の匂いしてきて、うわ、もう病気だなってのが一発で分かっちゃったから。でもやらない、やらない。それで一緒にいたガイドの方が怒ってた。やれやれっつって、やるわけねえだろって思って、こんな癖なのって、ことやるわけねえだろうって思いながら、それでガイドの女ちょっかい出しながら、結構人が来たよ、カラオケ行った時。俺もう別に好きに飲みたかったから、かなっが来たんだけど、しょうまっが下がった。まあ可愛い子いっぱいいたんだけどね、あの店の前に座ってる女の子。でも一番行って、そうだ、もういいよ、俺酒飲みてるだけだからっつって、あのビールなんだっけ、インドのビールあれ頼んで、もういいよ、ビンタン、ビンタン、ビンタン、全部ビンタンっつって、ビンタンしか知んねえからさ、それでもうそれ飲んでて、そしたら、背伸びきたよ、ほんと。いや、まあ別にって感じ。倒してればまあいいんじゃねえの。フィリピンパブにいるような女。フィリピンパブにいるような女が壊れてるから最悪だった。それでそのガイドは俺にやらそうとしたみたいなさ。そう、インドネシア、あいつが。そしたらさ、あのキナガイド、ボスがバジョンいるんだけど、キナがそれにキナに言うぞっつったら、そいつ冷やして垂らしてた。クセス紹介されたんだけど、どうすんだっつったら、って言ってやろうかって話したら、もう冷やしてダクダク垂らしてた。